皆さんこんにちは、ジョニミチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回私はダイエットをしたいと思いまーす。ということでですね、私ねコロナで自粛してたじゃないですか。その間にですね結構太ってしまいまして、見た感じわかると思うんですけど、はい、去年が本当にピークで、皆さん去年のね夏ぐらいの動画を見てください。しょうちゃんめっちゃ細いです。めっちゃ細いんですよで、はい、あの時に戻りたいなと思っちゃったんで、はい、今回はねダイエットしていきます。はい、まあ何回かもうダイエットはしてるんですけど、こうやって動画で取り上げるのはちょっと初めてなので、はい、改めてちょっとねダイエット生活という形でちょっとだけ動画にしてみようかなと思います。せっかくね頑張ってるのでね、はい、はい、ということで何をダイエットするかというと、スープダイエットです。はい、しほちゃんがねもう小さい頃からよく見てるかんあきチャンネルのかんちゃんがやってたんだよね。やってました。それを見たらしょうちゃんも私もこれがやりたいって言い始めて、うん、それがきっかけで調べて、そしたらなんかね、デトックス効果があるっていうことで、はい、なんかこう痩せるスープみたいなのでよく取り上げられてるんだよね。そうなんですよ、本当にすごい、うん、トマトベースの、まあ、野菜入りのスープなんだけども、はいはい、まあそれはね詳しくはちょっとね皆さんも今携帯持ってると思うので携帯で調べてもらうと一発でねいろいろ出てきます。はい、まあ主な材料としては、まあ、キャベツ、セロリ、玉ねぎ、ピーマンでもしほちゃんはピーマンがどうしても嫌だということでピーマンだけは入れてません、今回。はい、私どうしても無理なんで、そう、この3つは絶対入れるっていうスープです。あとトマト缶入れてコンソメで味をつけるだけのあっさりスープなんですけど、それを1日好きなだけ飲んでいいというダイエットなんですね。はい、ないですか、1日何回飲むんですかでもですね、しょうちゃんはですね、もうすでに学校が始まってまして、はい、お昼はなんとバッチリ給食後食べなければいけません。そうなんです。はい、お弁当とかだったらまだスープ持ってってスープだけこう食べるんですけど給食なんですよね。はい、なので実質できるのは朝と夜だねのみ。どれだけ痩せるかだよね。そうで、そのなんかスープダイエットっていうのがなんかスープと1日目はスープと果物とか2日目はスープと野菜とかなんかちょっと決まりがねあって、一応だけどそれに従ってはいるんだけども、しょうちゃんは1日2回なので、はい、効果はあんまり薄いかなっていう、まあやらないよりはねいいし、うん、はい、一応ねそんな、まあ、ちょっと緩めの感じなんですけど、はい、やってみたいということで、はい、はい、始めます。はい、はい、ごめん、さっきからシャカシャカ足やってて、もうほんと常にね、はい、そうですね、はい、でさ、私に足痩せ、うん、トレ、なんかね、なんていうの、足痩せの、うん、あ、ストレッチ、そうそう、ストレッチとか、うん、筋トレなんて、うんうん、腹筋をこうやるとか、はいはいはい、あれとかもやってるんですよ、うん、そうなんですよ、ああいうトレーニングもやってて、うんうん、トレーニングまで言わないんだけどストレッチをやってまして、はい、寝る前に、はい、なるほど、なるほど、だから足も細くなりたいし体重も減りたいし、はい、顔も細くなりたいっていう状況なんで、なるほど、まあ、めっちゃやってる状態、そうですね、今度ねナイトルーティーンも撮ってみたいと思います。しょうちゃんがどんな感じでねやってるのか、はい、すごい、最近は、まあ、ダイエットということでどういう風にね過ごしてるのかっていうのをちょっとね動画にもしたいなと思ってます。はい、はい、ということでですね、ちょっとこれ後取りなんですけど、そうですね、とりあえず3日間の
ダイエット状況というか、はい、どんなものを食べたかっていうのを動画にまとめたので、はい、この後流れます。どうぞちゃん、今日は3日目、はい、3日目ですね。月、火、水と来ました。はい、はい、どうですか3日経って。フルーツが美味しいます。フルーツ美味しい。今日はちょっとね、飽きちゃうといけないのでフルーツ盛りを買ってきました。はい、3日間、私お昼食べてるんで普通に。そうなんだよね、お昼はね普通の給食があるんで。そうですか、わかんないですよね。今日中華丼だった。だってが黒糖パン。黒糖パン、今日パンだったの？うん、パンとシチューだった。あ、美味しそう。美味しかった。美味しかった。だから全然実感湧かないんですけど。そうだね、お昼しっかり食べてるとね。うん、まあでもどこまで続けられるかわからないけど、ひとまずね、一応1週間。はい。が目安かな。1週間あります。はい。1週間。でもね、お昼をちゃんとしっかり食べてるから、あとちょっと土日もね、これから入ってくるのでどうなるかわかんないんですけど。いや、でもですね、牛乳いつもおかわりしたいと思うけど、頑張って控えてるか抑えてるんですよ。あー、そうだね、怖い。抑えた方がいいよ、そこはきっとね、飲みすぎはいけませんだよね。はい、牛乳カロリー高いもんね。うん、見たらめっちゃ高かった。はい、じゃあね、またもうやめるっていう時までダイエット記録をしたいと思います。とりあえず3日間ダイエットを始めたよっていう動画でした。はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。